ムチャー TMS 専門塾代表の菅沢です。稲葉です。はい、そんな感じで今回なんですけども、はい、関東有名時代行くならこのキャンパスおすすめですよっていうね、はい、動画をやっていこうかなと思います、はい、今皆さんこの大学に行きたいなっていう明確な動機、明確な理由ありますかってことなんですけど、はい、結構明確な理由がない受験生多いと思うんですよね、はい、今回はですねキャンパスという軸でこの大学いいな、この大学に行きたいなって思ってもらえるね、そういう動画にできたらなと思っております。最後まで見ていただけたらですね、このキャンパス、この大学のキャンパスがですね、めちゃめちゃいいよってことがね、わかるかなと思います。最後までご覧ください。どうぞ。それではですね、早速ね、関東有名したいキャンパスランキングというところでですね、はい、一番いいキャンパスをね、ランキング形式にしていこうかなと思うんですけど、これはですね、どこのね、組織が出しているか、あ、そういうわけではなくてですね、こちらの独断と偏見で、ですね、このキャンパスめちゃめちゃ綺麗だよねとか、立地がいいよねとか、おしゃれだよねっていうところでですね、はい、決めさせていただいておりますので、もし皆さんの方でですね、このキャンパスいいですよってのがあれば、コメント欄で教えてください。僕らもそこをですね、もしかするとランキングの質にね、加算させる場合もありますからね、はい、もし自分の通ってる大学とかね、この大学がいいですよってのがあればね、コメント欄で教えてください。はい、それではですね、早速第5位からね、ご紹介させていただいて、はい、最後第1位をねご紹介していこうかなと思いますけど、はい、第5位どこがランクインしました？はい、はい、明治大学の駿河台キャンパス、まあ、リバティタワーです。はい、リバティタワーですね。僕らはですね明治のね、まあ、出身なわけでありますけれどもね、はい、明治が5位というところはどういうことですかね。はい、はい、まあ、ちょっと本当はね僕的にはね1位に持ってきたんですけど、はい、やっぱりちょっと上の4つにはかなわないなっていう、ね、ちょっと僕の思いがあって、はい、そうね、5位に入れさせていただきました。いいですね、公平な目線でかなりね、はい、信頼がありますけどね。で今回はですね、はい、一応立地とおしゃれさと綺麗さの3つの軸でこのランクインさせていただいて、ちょっと星を5個分で、はいはい、採点。一応こんな感じですね。はい、はい、こんな感じで、明治大学ですね、まあ、立地に関しては、うん、お茶の水駅から、まあ、徒歩 2,3 分というところでかなり高立地かなと思います、うん、めちゃめちゃ近いですよね、はい、なので、うん、すごく立地に関してはどこの大学よりも、まあ、いいぐらいだと思ってます、うん、そうですね、ただ、まあ、おしゃれさんの部分でちょっと、まあ、近代的なビルなんで、おしゃれかって言われると、うん、まあ、そんなに、まあ、特にこれから言う1位とか2位とかの大学に比べると、うん、まあ、ちょっとおしゃれさんには欠けるかなっていうふうな思いは正直あるので、そうですね、ビルって感じ、ビルって感じ、オフィスって感じがしますよね、はい、すごいね。なんで、まあ、うん、ちょっとおしゃれさんは2位かなっていう感じの、ちょっと厳しめの評価をしました。リバティタワーの前にあったキャンパスの方が趣はありましたよね、はいはい、うん、ね、結構やっぱ明治大学の OB の方とかはすごいリバティタワーに対しての批判がやっぱすごいんですよ。そうですね、はい、ところで、まあ、おしゃれさんは2なんですけど、まあ、やっぱ綺麗さっていうのは比較的この新しいキャンパス、駿河台キャンパスができて20年ちょっとぐらいしか経ってないので、うん、比較的新しいキャンパスなので結構綺麗かなって思います、うんうん、実際に、まあ、トイレとかも綺麗ですし、そうですね、いろんな教室とかもすごく綺麗なので、うん、まあ、綺麗さの部分はかなり高いのかなというふうに思います。そうですね、まあ、上に上がってから、はい、外を眺める景色がめちゃめちゃ綺麗ですね、うん、特にリバティタワーの最上階に、まあ、食堂とかあるんですけど、うん、食堂から見る景色は本当にお茶の水周辺のビル群がね、普通にお金払って生きるレベルの、はい、綺麗さなので、はい、本当に皆さんも行ってもらえたらなと思いますよね、はい、ならですね、駿河台キャンパスに関してはちょっとクレームが結構入るんですよ。そうですよね、エレベーターが3台とか4台ぐらいあるんですけど、うん、1限全然来ない、1限だと来ないんですよ。全然来ないで、全然来なくて授業に遅れちゃうみたいなことはよくね、ありがたい。そうなんです、はい、でキャンパスまでは行けるんだけど、キャンパス行ってからが、はい、遅刻だったりするんですね。ちょっとそこは不満点かな、ね、不満点ですね、はい、第4位ですね。第4位どこですか、はい、早稲田大学の早稲田キャンパス。早稲田、明治のライバルですけどね、はい、明治の OB からはね、ちょっと早稲田上にするなんてっていう、うん、疲れちゃうかもしれないですけどね、まあ、正直ね、僕も早稲田大学の早稲田キャンパス結構行ってたことがあって、うんうん、使ったことあるんですけど、うん、やっぱり立地は早稲田駅から徒歩5分というところで結構いいかなっていうのと、うん、まあ、おしゃれさっていうのはちょっとまああんまりいいかなっていうのはあるんですけど、うん、やっぱ大隈講堂だったりとかっていうのが綺麗だったりとか、うん、あとですね、敷地内に大隈庭園っていう公園があったりして、うん、結構そういうところがおしゃれだったりとか、めちゃめちゃ広いですよね、広いんですよね、うん、まあ、しかも学部ごとに、まあ、南郷棟とかがあって、はい、学部だけの施設があるので、はい、そっかすごい羨ましいなって思いますよね、はい、明治ないですからね、ないですね、はい、まあ、綺麗さに関してもやっぱ早稲田キャンパスは綺麗だなっていうイメージはあるので、うん、まあ、そこに関しても4をつけてみたいな、個人的になんですけど、早稲田キャンパスすごいいいのが、うん、周辺のご飯屋さんですね、ご飯屋さんが本当に美味しい、まあ、そうですね、はい、まあ、早稲田飯って言われてるらしいんですけども、なんか油そばとか丼物屋とかいろいろ困らないですよね、はい、ね、本当にまあデパートリーすごい多いので、うん、毎週毎日違うもの食べられたりとかって全然できるん でしかもどれも美味しいっていうのが、うん、まあ憎くもあるんですけど、確かにそうなんですよね。明治はね、はい、ちょっとあるんですよ、あまり言わないです、ね、なんであまりちょっと数が少なかったですけど、まあ、確かにね、早稲田の方が多いですね、そうですね、なんでそういうちょっとご飯とか食べたいなっていうのって人は早稲田とかね、確かにね、大変なんですけど行くのもね、はい、じゃあ皆さんも早稲田合格してください。じゃあ第3位いきましょうか、はい、ね、第3位です、どこですか、はい、国学院大学の渋谷キャンパス、
ですね。国学大学って皆さんどこか分かりますかね、はい、一応清成名学独国無の中の国なの、はい、まあ、日東駒線よりかは上目で、マーチよりかは下目にありますけど、最近マーチに近づいてきてるかなって思われる大学群ですね、はい、こちらですね、国学院の、まあ、渋谷キャンパスというところで、まあ、渋谷駅から徒歩18分ってちょっと遠いんですけど、遠いんですよね結構ね、はい、ただ立地としてはやっぱり渋谷なので、ここはここがめちゃくちゃ綺麗ですよね。ありますね。あとですね、綺麗さが本当にここは綺麗で、どんな大学よりもまあ綺麗かなっていうぐらい、そうですね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。本当に在校生からもとても綺麗で評判な大学だそうです。まあ、実際に聞いたことあるんですけど、本当に綺麗です。いや本当ですね。だから前僕は国学院大学行ったんですけど、はい、なんか神社があって、はい、そこになんか巫女さんがたくさん集合してて、はい、なんか儀式みたいなやつで、はい、え、なになになにと思ったんですけど、はい、まあ、なんかそういうことやってるんですかね、ちょっとわからないのなんとも言えないんですけども、はい、まあ、国学院大学は神道文化学部があるので、うん、ね、神道文化がありますからね、その関係で神社があったりとかっていうのがあるんで、そういう都会なんだけど自然があったりとかみたいな、意外と厳かな部分もあったりして、はい、結構ね面白いですよね。キャンパスだなというふうに思うので、ぜひも皆さん行ってみてください、はい、行ってみてほしいなというふうに思います。それではあと2位と1位ですね。お、どこでしょうかね。第2位ですね。第2位、第2位は青山学院大学の青山キャンパス、ね、青山か、はい、ね、いますね、はい、こちらはまあ立地とおしゃれさはもう星5をつけてしまうから追えないな。そうですよね、もう原宿、はい、表参道、渋谷、はい、めちゃめちゃ近いですからね、はい、遊び放題じゃないですか、はい、特に表参道駅から徒歩5分、うん、渋谷から10分という形で、街、うん、としてはまあ本当におしゃれな代名詞の場所みたいなところにあるんで、うん、まあ、その街の中心にあるのが青学っていう形になってるので、そうですよね、駅もやっぱたくさんあるから、はい、交通の便もいいんで、はい、埼玉から千葉から全然通いやすいし、はい、僕千葉出身なんですけど、はい、千葉からは全然行きやすいですし、全然青学でたくさん行ったことありますし、はい、まあ、埼玉からもね通いやすいところにあるかなと思いますよね。結構その銀杏並木、青学って銀杏並木があって、夏はなんか緑ってのになって、うん、冬とかはまあ黄色いなんか絨毯のような落ち葉が落ちてね、うん、みたいな感じのがあったりとか、うん、あとはクリスマスになるとキリスト教系の学校なので、うん、クリスマスツリーの点火祭とかが行われたりするところで、うん、で、うん、結構おしゃれだったりしますね。だからその銀杏並木はですね、逆にこれ臭かったりするとかね、なのでビジュアルはいいんですけど、はい、匂いはちょっとみたいなところがあったりするので、はい、そこだけちょっとね、一挙に流れらしいです、はい、まあ、ただ、青学なんですけど、その綺麗さの部分がちょっと、うん、まあ、劣ってるかなって。そうなんですよね、古い施設が結構ありますよね、はい、結構古いんですよね。行った時は結構古い教室だったんで、うん、あ、意外と綺麗じゃないんだなって思ったのが結構マイナスだったなっていうのは、皆さんも模試とかで、はい、会場を選べると思うんですけど、青山学院大学とか、うん、実際大学ごといろいろキャンパス選べて実際に模試を受けることができるんですよ、うん、僕も実際に試験会場を大学に設定して大学本番のような形で受けようかななんて考えてたりしたんですけど、うん、青山学院大学のねキャンパスで模試を受けようかなと思った時にめちゃめちゃね施設がね高かったんですよね、うん、もちろんね場所ごとによるんですよ、うん、扱う建物ごとによるんですけど、そうそうそう、綺麗な建物もあるんですよ、綺麗な建物もあるんですけど、はい、僕の使ったところは、ね、ちょうどあまり綺麗ではなかったので、はい、まあ、ちょっとどうなんだろうなと思ったところもありましたけど、はい、まあ、そこもプラスアルファで考えてもらえるといいかなと思いますけど、はい、ただもう立地がもうそれをもうオーバーキルしてるというか、ね、超えてるんでね、まあ、2位に入れざるを得なかったな。あとなんか青山はなんか陽キャラしかいけない場所かなと思って諦めちゃったところがありましたよね、はい、まあそんなことないと思いますそんなことないか、そんなことないかね、はい、まあまあまあ、なんかキラキラしてる感じがね僕に合わないなと思って、はい、第2位はまあ青学のね青山さん、はい、はい、第1位ということで、はい、ね、どこですかね、はい、何か皆さんも分かりますか、はい、どこかなってところですよね、はい、立教大学の池袋キャンパス、青山より立教が上でしょうね、はい、こちらは池袋駅から徒歩7分と高円寺ですね、うん、そしてまあ周辺は池袋駅のために繁華街とかでまあ美味しいご飯屋さんとかもありますし、やはりアクセスのところでいろんな鉄道が走ってますの で、 そ、 です、ね、その点に関しては本当にどこからも行きやすいキャンパスなのかなというふうに思ってます。まあ、池袋はね、まあ、ちょっと前だと治安が悪かったりなんて話もありましたけれども、はい、もう全然最近だともう大丈夫ですし、はい、もう映画も見れるし、はい、水族館もあるし、たくさんご飯屋もあるしってところで、はい、もうそこでデートができるって、はい、そう考えたらもう池袋をね、はい、キャンパスに通っている立教大学生羨ましいなと思っちゃいますけど、はい、すね、またキャンパスはですね、やっぱり歴史を感じる赤レンガ作りの建物でまでできまして、本当にオシャレなキャンパスですね。僕もまあ行ったことあるんですけど、本当に立教は行きたくなるレベルのキャンパスだなって。まあ、でもあれほぼ大学全部行ってますもんね、はい、キャンパスね。僕も全部行ってるんで基本的に行った時に僕は何子が一番いいなって思ったんで、僕池袋キャンパス の学部受けてなかったんですけど、受けて受かってたらマジで本当に名刺になるかなって。そうだ、なんかあれじゃない、次この学部に行く、大学に行くならここみたいな感じで、はい、まあ、行ってるんですよ。そうかそうかそうか、はい、なかなか明治の贅沢ではありますけどもね、はい、って感じですけど、はい、そうかそうか、はい、まあ、あとクリスマスシーズンになるとね、はい、キリスト教系の学校ですので、はい、クリスマスツリーがすごい
ごい綺麗だったりして、まあ、青山とかね、はい、立教とかあと上智とかもすごいですかね、うん、結構ね建設系はそういうおしゃれさがすごいなって思いますよね。そうですね、おしゃれさが結構高いですね。だから女子率が大きいってやっぱあると思うんですけど、はい、すごいなと思いますよね、はい、実際に在校生もそのイルミネーション見て綺麗っていう話を聞いたので、はい、やっぱり綺麗だった。そうか、いや明治大学のイルミネーションは結構しょぼいなんてお話もあ、ちょっと分かんないですけどね。はい、そうですね、明治大学から目をつけられてしまいますから何とも言えないんですけどね、はい、ただ僕らもね明治大学で良かったって言ってますからね、全然事務室の方が分からないので、はい、これちょっとあんまり何でもないですけど、はい、という形で5選紹介させていただきますけど、いろんな、ね、大学あると思うので、今言ったね3つのキャンパスだったりとかっていうのを基本的にそんなに全部遠くない、特に2、3は特に渋谷にあるので、うん、こちら一緒に行くことも可能かなというふうに思うので、オープンキャンパスの際にぜひ、ね、5つの大学に行かれたらいいかなというふうに思ってます。そうですね、はい、結局この動画をやった目的って、はい、皆さんにちょっとキャンパスを紹介するんじゃなくて、はい、このキャンパスの動画を元にですね、皆さんに大学に興味を持ってもらって、この大学に行きたいなとかこのキャンパスに行きたいなと思ってもらえる、そういうきっかけを作ってほしいなと思ってます。なのでこの動画を見て終わりにするんじゃなくて、ここの大学に行ってみたいなとか、このキャンパスに行ってみたいなとかね、オープンキャンパス行ってみたいなって思えるかどうかかなと思いますので、皆さんの方で行動に移してもらえると嬉しいなと思います。はい、大学の公式サイト調べればたくさん出てくると思いますので、はい、調べてみてください。はい、こんな感じで今回は終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ました今、メイパスでは無料受験相談、そして2週間無料体験を行っております。D マッチに合格したいよ、明治合格したい、青学合格したい、立教合格したい、そういう受験生の方々をサポートできたらなと考えております。もし少しでも、ね、D マッチ合格したい受験生はですね、無料受験相談2週間無料体験、応募していただけたらなと思います。下の概要欄のリンクから公式 LINE ご登録いただいてご応募いただけたらなと思います。ちなみに G マーチ合格診断も行っておりますので、もし少しでも自分が G マーチ合格できる割合どれぐらいあるのかなって知りたい方はですね、公式 LINE にご登録いただけたらなと考えております。それではありがとうございました。質問とコメントなどあればですね、どんどんお寄せください。ありがとうございました。